はい、どうも、ゆうすけです。ポケモン GO がですね、リリースされてから5年が経ったと。ポケモン GO 5周年ということでですね。なので、今日の動画ではですね、まあちょっと個人的な話になるんですけど、ちょっと私、ゆうすけのですね、ちょっとこの5年間ですね、ポケモン GO 5年間の思い出についてね、ちょっとお話ししたいなと思います。で、まあ私ですね、2016年の7月22日、日本でポケモン GO がリリースされた日からですね、ちゃんとアプリ、ポケモン GO のアプリダウンロードして、まあその日からやっていて、まあほぼ休みなく、去年の2020年の夏ぐらいはちょっとね、まあ引退状態だったんですけども、まあ、それを除いたらな、ほぼほぼずっとやってるんですよね、ほぼ。2016年からずっと、まあ続けてるっていう感じですね。なので、まあこの5年間、まあ、めちゃめちゃ思い出はあるということでね。なので、この5年間ですね、もうめちゃめちゃな思い出がありますよ。本当にね、もうこの5年間はもう人生ポケモン GO みたいなそんな感じでしたからね、ものすごい思い出があるんですけども、なので今日はね、その中からまあいくつか、まあ、特にまあ印象深い思い出についてお話ししたいなと。特に印象に残っている私ゆうすけ個人の思い出ベスト3という形でお話ししていきます。まず第3位は2016年の11月ですね、東北の石巻にラプラスイベントで行ったことです。2016年当時はですね、ポケモン GO には、まあ、初代の関東地方の、ポケモンしか実装されていなくてですね、その中でもラプラスっていうのは特にレアなポケモンで全然出なくて、まあラプラスダッシュみたいなこと聞いたことある人もいると思うんですけども、まあ海沿いにしか出なかったんですよね。で、まあお台場って、まあ海沿いでラプラスが出るんですよ。で、そこにみんな殺到して、で、ラプラスが出たーってなったら、もうみんなでダッシュしてみんなでお台場をダッシュして、そう、ラプラスをね、ラプラス見なくてダッシュして、そう、レアポケのラプラスを取るみたいなね、あのそういう感じで、本当にラプラスがレアいポケモンだったんですよね。で、そのラプラスがですね、イベントで東北のですね、東北地方のこう沿岸部ですね、こう岩手、宮城、福島の沿岸部ですね、要は東日本大震災の被災地ですね、はい、にいっぱい出ると、大量出現するというイベントがあったんですよ。それで、まあ、レアなラプラスが出るということでですね。まあ、今で言えば、例えるならば、なんだろうな。うん、アンノーンの色違いがいっぱい出るような。アンノーンの色違いがそこに行ったらいっぱい出るみたいな。そういう感じのね、まあ、イベントで、何を思い立ったかですね。私、急にですね、そう、石巻に行く、まあ、夜行バス、まあ、深夜バスをね、乗りで、衝動的に予約しまして。それで、深夜に、渋谷から、こう、バスに乗って、で、石巻に朝着くじゃないですか。前の日の晩、渋谷を出て、それで次の日の、朝、早朝に石巻に着いて、その石巻で一日中ラプラスを乱獲しまくった後、その日の夜ですね、夜のバスで、また戻ってきて、朝渋谷に戻るみたいな。まあ、あれですね、まあ、0泊3日みたいな。0泊3日の超弾丸東北石巻ラプラスツアーを、なんと一人で自分一人だけでそれ行ったんですよね。で、まあね、まあレアポケモンでやるラプラスをいっぱい東北石巻で乱獲したんですけども、まあ、印象的だったのが、自分それまで東日本大震災の被災地に行ったことが一回もなくてですね、初めて被災地に行ったんですけども、まあ衝撃的だった。うん、ほんと衝撃的な光景ばっかで、まあ、2016年って言うと、まあ、震災から5年経っていたので、あんまね、こうニュースでも震災のこととか取り上げられなくて、まあ、取り上げたとしても復興がめちゃめちゃ進んでいますみたいな、そういう前向きなニュースしか取り上げてなかった時期だったんですけども、でも現地行ったら、仮設住宅とかいっぱいありましたし、あとは津波で一番ね、俺衝撃的だったのは、津波で、こう流された家の跡みたいなのがあったんですよ。要はまあ、なんか玄関っぽいなんか階段みたいなとこあるんで
があるんですね。でなんかブロック塀みたいなとこあるんだけど、もう明らかそこに家があって、なんか流された跡みたいな、なんかそういうのが生々しく残されていて、すごい衝撃的だったのを覚えてますね。でなんか山があるんですけど、石巻って、そっから海を見れるんですけど、そっから海の方向を見るとですね、もうその海沿いの、その低地の部分がですね、ほぼ更地なんですよ。うん、多分そこに震災前は住宅とかいっぱいあったんだろうけど、それが全部更地になってて、なんか、うん、なんかね、なんだろう、例えるならば、なんか広島に行ったような感覚でしたね。うん、あの広島の原爆の資料館を見た時、初めて見た時のような、もうそれぐらいの衝撃でしたね。まあそれまでもあった家とかがもう全部ないみたいなね。うん、だからそれをこう自分の目で見れたっていうのは本当にいい経験になったし、だからそれもポケモン GO がなかったら多分行くことはなかったと思うんだよね。うん、なのでまあそういうなんか自分のまあ見聞みたいなのをね、こう広めるきっかけを作ってくれたポケモン GO っていうゲーム、本当にすげえなって、その時初めて思ったんですよ。なのでその出来事を経験がきっかけで、あ、これこのポケモン GO っていうゲームを続けていたら、こうゲームが単純にね、例えばなんかレアポケモンいっぱい取れたりね、なんか強いポケモンがいっぱい手に入ったり、そのゲーム的なこう成長だけじゃなくて、こう自分の人生においても、あの成長できるんじゃないか、このゲームを続けていってね、まあいろんなとこ行くことで、こう自分のね、こうなんか視野みたいなやつを広がったりして、まあ、とにかく人生にとってこれはプラスになるんじゃないか、人生において何かするきっかけになるゲームなんじゃないのかなって、その時に思ったんですよね。なんでまあその2016年のその東北石巻での出来事がなかったら、その時の経験がなかったら、まあ今確実に俺ポケモン GO やってないと思います。うん、なんでまあすごいでかかったり、その時の経験は。この5年間で特に印象に残っている私ゆうすけの思い出第2位はですね、2018年の夏の横須賀、神奈川県の横須賀で行われたリアルイベント、サファリゾーンになります。2018年に日本国内で行われた唯一の、リアルイベントがこのサファリゾーン in 横須賀、まあ、通称横須賀GOっていう呼ばれてるイベントなんですけども、それがね、なんと抽選制だったんですよ。そうだから行きたい人が誰もが行けるわけじゃないっていう、要は申し込んで運よく当たった人しか行けないみたいな感じだったんですけど、なんとそのイベントにですね、私運よく当たっちゃったんですよね。うん、運よくありがたいことに当たってしまいまして、でまあね、まあポケモン GO 大好き少年ですからね、もう当たった瞬間はもうよっしゃーみたいなよっしゃーみたいな、やったぜーみたいな、まあ、超テンション上がってね、そんでワクワクしながら横須賀に向かったんですよね。でその横須賀イベントなんですけど、まあ一人で行く予定だったんですけども、たまたまですねツイッターを見たらですね、LINE グループを作りませんかみたいなことを呼びかけてるやつがいたんですよね。まあ、どういうことかっていうと、まあ自分がその当たった日ですね、自分が横須賀に行く日の人を募って、横須賀イベント当たった人を募って、で、LINE グループを作って、例えば、まあ、こう答えが出たらそれをね、まあ、みんなで LINE で情報共有して、その横須賀イベントを効率よく進めていきませんかみたいな、ことをね呼びかけてるやつがツイッターでいたんですよ。でまあそのツイッターで呼びかけてたやつっていうのがあっくんなんですよ。まあ、その時はね、あっくんはまあ YouTube やってなかったんで、もう本当にただのパンピーただのパンピーみたいな。で、俺も YouTube やってないから、もうお互いパンピーだったんですよ。で、まあ、それを、そのね、そのあっくんのツイートをたまたま本当偶然ですよ。本当偶然見て、で、まあ、一人でやるよりかは誰かってやった方が楽しいよなって思ったから、ね、あっくんにこう DM したんですよ。あ、すいません、私、メガネなんですけど、私クソメガネなんですけど、LINE グループ入ってもいいですかって言ったら、あっくんが、クソメガネでも全然入っていいですよ、みたいな。そんなことを、まあ、言ってくれて、で、LINE グループに入って、でまあ、最初はですね、そのグループ、まあ、ただ、交互体を共有するみたいな、感じだったんですけど、まあ、せっかくな
ら、まあ、みんなで会わないみたいなことを僕が言ったと思うんですよね。そしたら、あっくんが、ああ、もうぜひみんなで会いましょうみたいな感じで、それで、横須賀の三笠公園ってところで、その、LINE グループですね。その横須賀号の LINE グループで集まれる人で、こう集まって、ね、こうみんなでなんか写真撮ったりとか、あとみんなで交換会したりとかね、こうなんかみんなで和気あいあいみたいな、ことをやって、それで、思ったのはリアルイベントクソ楽しいなって思ったんですよ。うん。リアルイベントに行くと、友達できるんだって思って。ね。でもそれほんとマジで、今でもね、そのね、横須賀の LINE グループは生きてて、そこの人とは今でもフレンドで、まあ、アックもそうだし、それ以外の人ともね、進行は続いていて、ね、まあ人によってはね、ポケモン GO 以外の、それこそ人生の深い話みたいなのも、相談できるぐらいな、中で、まあ、飲みに行ったりとかする人もいるぐらいで、だから、もう本当、あれですよね、かけがえのない仲間ができた、横須賀 GO だったんで、だから、やっぱリアルイベントの力ってすげえなって思ったし、やっぱポケモン GO のこう人と人とをつなげる力っていうのはやっぱすごいなって思いましたね。うん。だってね、まあポケモン GO ってたかがゲームですけど、たかがゲームなんですよ。所詮ゲームなんですよ。でもリアルの人付き合いまで変えちゃうっていうね。それは本当にすごい経験でしたね。なんで、まあ多分その横須賀のイベントがなかったら、まああっくんは多分 YouTube やってないかったと思うし、ってことは多分俺も YouTube やってないんですよね。ってことはこう今この動画を見ているこう皆様とのつながりっていうのも絶対生まれてなかったわけで、なのでまあ全ての始まりみたいなそんな感じですね。まあ全ての始まり、まあそこで始まってしまったことによって、僕たちはなんか人としての道を踏み外してしまったのかもしれないですけど。でもまあ僕も悪も多分まあ楽しくやってるんで、まあ結果良かったんじゃないのかなって思いますね。うん。まあポケモン GO というより、まあ、人生のターニングポイントとなったイベントですね。この5年間で一番印象に残ってるイベント第1位ですね。一番印象に残ってるイベントは2017年の横浜のリアルイベントです。まあ、その時はですね、まあ、全員が、イベント参加できたんですよね。要は横浜の、その赤レンガとか、あそこら辺に行けば、こうバリアードっていう、まあ、ヨーロッパ限定のポケモンがみんな入手できるよ、みたいな。で、あと、まあ、当時はレアだったラッキーとか、ヨーギラスとか、そういったポケモンガンガン乱獲できるよ、みたいな。そういうイベントが2017年に横浜であってですね、まあ当然ですよ、まあポケモン GO 大好き少年なんで、まあ行ったんですけども、そのね、イベントの一環でですね、ポケモン GO スタジアムっていうのがあったんですよ。はい。どういうイベントかっていうと、横浜スタジアムありますよね、横浜にね。そこにトレーナーをこう一度に集めて、なんかイベントを行うみたいなことをやったんですよ。で、まあ、横浜スタジアムのキャパシティがあるんで、そのポケモン GO スタジアムっていうイベントだけは抽選制だったんですよね。で、まあ当然それに応募するじゃないですか。で、そのね、イベントはですね、僕外れちゃったんですよね。うん。外れちゃったんだけど、ただ、まあそのイベントのシステム的に、こう当たった人が、こう確か、プラス3人までは、呼べるみたいな。そういう感じだったんですよね。で、まあ、それを利用してですね、一緒に、その時横浜に行った人が、まあ、浜崎あゆみの大ファンで、要は浜崎あゆみのこうライブ会場の前まで行ってチケット持ってなくても、すいません、チケット誰か譲ってくれますかみたいな、なんか張り紙みたいなのを出して、チケットを譲ってもらって、それで浜崎あゆみのライブを見るような、要は手だれなんですよ。超手だれなんですよね。うん。で、その人がですね、いや、このイベントも、その理屈でいけるんじゃないみたいな。一人につき3人までプラスで入れられるんだったら、一人で来てる人が絶対いるはずだから、その一人を捕まえて入れてくださいってお願いすれば、いけるんじゃないのみたいなことを言い始めて、で、俺は、そんな世の中甘くないっしょみたいなことを言ってたんだけど、まあ、せっかくだから、まあ、ダメ元でやってみようってなって、その、ね、一緒に行った連れの方が紙書いて、
紙書いてね、仲間に入れてくださいみたいな仲間に入れてくださいみたいな、そういうプラカードをこうね、こう下げてスタジアムの前で待ってたんですよ。そしたらなんと一人ですよ、一人で現地に来た方に声かけられて、あーそういうことだったら連れて行きましょうかみたいな声かけてくださったんですよね。え、マジかって思いました。うん。で、それでよっしゃーってなって、で、その人に連れてってもらったっていう感じ。あ、現地ですよ、現地での話ですよ。現地の横浜スタジアムでの前でこう入れてくださいっていう紙をぶら下げて、そしたらその会場に一人で来てた、そのイベントに当選した人に声かけてくれて、でその人の付き添いってことでスタジアムの中に入れたんですよ。いやーほんとね、やってみるもんですよだから僕ね、よくなんか諦めなければ LC が出るとか、こう諦めなければレジェンドに行けるとか、こう諦めなければなんたらかんたらみたいなことをね、よくポケモン GO で言ってると思うんですけども、そのきっかけはこれかな。うん。だからその時に諦めてたら、そのスタジアムの中に入れなかったわけで、その時に諦めずにこう入れてくれる人を探したことでスタジアムに入れたわけだから、だから諦めなければなんたらかんたらっていう、こう自分のポケモン GO の哲学っていうのは、まあ、その時に培ったものですね。うん。で、実際そのスタジアムの中に入ってやったのがミュウツーのレイドだったんですよ。ミュウツーのレイド。当時ですね、まだレイドバトルという機能が実装されたばかりで、伝説のポケモンも、ルギアと山頂ですね。ルギアとファイヤーとサンダーとフリーザーぐらいしかいなかったんですよね。で、その横浜スタジアムで世界で初めてミュウツーが解禁されるということになってですね。で、そのスタジアムの中に行って、なんか仮設のなんかジムみたいなやつがあって、そこでレイドバトルしてミュウツーを取ったんですよね。うん。なんで僕、あれです。世界で初めてミュウツーを取った男の一人なんですよ。そう。世界で初めてミュウツーを取った男の一人ね。うん。いや、それは一番エキサイトでしたね。スタジアムっていう、横浜スタジアムっていう、もうすごい、横浜スタジアムのスクリーンにミュウツーが映し出されたんですよ。かっこいいミュウツーが。ね。なんかいかにも強そうなミュウツーがね。うん。それが本当にかっこよくて。で、なんかスタジアムの中も炎がバンバン出てたんですよ。炎がバンバン出る演出とかあって、本当になんかライブ会場に来てるような、そういう感じで。いや、もうあれを超える興奮はないね。あれを超える興奮はないよ。うん。で、そのイベントが、終わった後、もうほんと、なんかその場で知り合ったのに、その場で知り合ったのに、その時一緒になった人たちと中華街に飲み行ったんですよ。うん。中華街に飲み行った。その時に知り合ったのにね。うん。もう全然それまで知らない人ですよ。見知らぬ人だったのに、そこで意気投合して中華街っていうのに行ったんですよね。で、もうそれがすごい体験で、ああ、ポケモン GO ってやっぱ、いろんな人と繋がれるんだなって思ってね。うん。もう本当、もうすごい経験でしたね。まあ僕はですね、よくポケモン GO のことを、人と人とを繋ぐツールとか、ポケモン GO は何かをするきっかけだみたいなことを僕は言うんですけども、まあそれをね、言うようになったのは、この今話した出来事がでかいです。うん。この出来事からポケモン GO っていうのは人と人とをつなぐツール、ポケモン GO っていうのは何かをするためのきっかけって僕は考えるようになりました。だからゲームじゃないんですよ。ゲームなんだけどゲームじゃないんですよ。本当に人生を変える、人生を変える、人生をより充実させるためのもうきっかけなんですよね。だからよくポケ合コンとかって言うじゃないですか。ポケモン GO で知り合った人同士で結婚するみたいな。それも、その人たちの人生を変えてますよね。ポケモン GO っていうゲームがなかったら知り合えてないわけだから。だから本当にね、ポケモン GO って怖い。怖い。マジでやばいゲームだと思うよ、本当に。マジでね、ポケモン GO は人生を変えますね。うん。なので、まあ、今から5年前ですね。の自分がまさかね、5年後もポケモン GO を続けてるだなんて夢にも思ってないと思うんだけど、でもまあ続けてよかったなと思うね。うん。
まあ、それと、まあ、その反面、もし続けてなかったら、もしポケモン GO をやってなかったら全く違う人生があった、あったんだろうなとも思います。だから、まあ、良くも悪くも、なんか人生の道を踏み外したみたいな。良くも悪くもポケモン GO で人生が変わって、ポケモン GO で人生の道を踏み外してしまったみたいな、そういう感じで僕は生きてるんですけども、でも踏み外して良かったですね、うん。全然、多分ポケモン GO がな、もしなかったとしたら今ひょっとしたら死んでたかもね。ひょっとしたら人生つまんないってなって、人生つまんないってなってひょっとしたら死んでたかもしれない。もしくは死んだ目をして生きてたかもしれない。生きていたとしても多分死んだ目をして多分生きていたと思うんですよね。でもそれって死んだ目をして生きるって俺死んでるのと同じと思ってるから、うん、死んだ目をして生きるぐらいなら俺は死んだ方がマシだと思ってるぐらいの人間だから、だからポケモン GO っていうのは生きるための糧だから酸素。ポケモン GO は酸素、うん、もうポケモン GO がないと死んじゃう。もうそれぐらいのもうゲームに自分の中ではなってしまいました、この5年間で。でもかといってね、もし明日ポケモン GO が急にサービス停止してポケモン GO というゲームがこの地上からなくなったとしても、それでも俺はね、こう何こうね、ギラギラした目で生きられる自信がある。なんでかっていうと、こうポケモン GO でこう得た財産っていうのは一緒の宝物なんですよね。まあ、例えば、まあ、あっくんとかそう横須賀で知り合った人たちと、まあ、ポケモン GO がなくなったからといって縁が切れるとは思ってないし、まあ、それは地元岡山町の人たちとかもそうなんだけど、うん、だからポケモン GO をこう通して、ね、まあ、培った、まあ、貴重な、まあ、自分の人生における宝物、まあ、財産みたいな感じですよね。こうポケモン GO で培った人脈っていうのはね。だからそれは多分ポケモン GO をやめてしまったとしても絶対生きるし、うん、まあ、大切な仲間たちでもあるんで、だからね、やっぱポケモン GO をやるなら全力でやった方がいいですよ。ポケモン GO をやるなら本当全力でやった方がいい。そう、全力でやればね、ね、例えばもうポケモン GO は飽きてやめたってなってる。ポケモン GO がサービス停止してポケモン GO がオワコンになったとしても、絶対ポケモン GO をやったことはその後の人生に絶対行きます。うん、だからこれを見ている皆さんにもそういうゲームであってほしい。ポケモン GO というゲームがですね、こう人生のなんか糧、うん、人生の大事な1ページ、うん、こう人生をより輝かせるためのツールであってほしい。皆さんにとってそういうツールであってほしいなと僕は思っています。まあこんな感じでね、今日の動画はまあほぼノーカットですげーダラダラ喋ってる感じでね、たまにはねこういうあダラダラ動画もいいかなと。たまにはダラダラ動画もいいべ、うん、だってね、もう人生たまにはだらけないとダメっすよ。そんななんかね、キッキッキッキ生きて、あー色違いカモンとかね、あー差し込まれていく人生とか、 CCT みたいな、TP みたいな、そういうことね、まあやりまくってる僕が好きっていう人もいると思うんですけども、まあたまにはこういうグダグダした動画も出したいかなと思って、ちょっとね、まあ5周年っていうね節目ですからね、おまね節目ですから、なんで、ちょっとグダグダと喋らさせていただきました。皆さんこの5年間どうだったでしたでしょうか。5年間ね、まあいいこともあれば悪いこともあったり、いろいろあったと思うんですけども、でも皆さんの心の中にね、ポケモン GO というゲームが大切なものであるように、そしてポケモン GO を通して皆さんの人生がより輝いていくことを願って、この動画を締めたいと思います。いやー6年目どうなるんだろうね。いやでも俺は楽しめる限りは楽しみたいと思っておりますので、皆さんも楽しんでいきましょう。それじゃあ、グダグダな動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また、よろしくお願いいたします。それじゃあありがとうございます。